演劇集団青の会 YouTube チャンネル高橋です。今週はゲーム実況しません。2021年のゲーム実況の振り返りをしていきたいと思います。今年は青鬼 X28 本、青鬼オンライン14本アップさせていただきました。まずは青鬼 X、 今年の1月26日からアップさせていただいております。最初は豆さんと一緒にゲーム実況をさせていただいておりました。そして途中で何度か坂下先生とも一緒にゲーム実況させていただきました。で、今年8月には2本長編をアップさせていただきまして、そこで青鬼 X は完結ということになりました。そしてそして8月31日スタート、青鬼オンライン。まずは青の試練にチャレンジしようと思ってやっていたんですけど、実はレベル10必要だということで知らずに始めたので、そこまでまず上げましょうということで始めさせていただきました。そしていよいよエピソード10で青の試練にチャレンジすることができました。2021年、青鬼 X、 青鬼オンライン一緒に冒険していただいてありがとうございます。2021年、ご視聴ありがとうございました。そして2022年も来年もよろしくお願いいたします。演劇集団青の会 YouTube チャンネル、最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。ではまた来年。